ヤフーニュースなどやめて2、3日経つけども、なんかもうちょっとでやりそうな感じがする。いろんなことの電子書籍販売とか、インフォトップの情報商材販売とか、インフォカードの電子書籍販売とか、情報商材のなんていうかな、 B とか、あの売るとこあるんですが、それで売ったら多分金入る。ノート向いてない。だからぼちぼちスイッチが、あのだから微妙なところなんですわ。だからやめて2日でしょ、ぼちぼちスイッチ。だからこれと一緒、今日外出たいなーっていう気持ちなんですよ。それが本当にスイッチやったら、行くでしょ。それと一緒、行こうかな行く前かじゃない、その今そのそういうような感じ、やろうかなやる前から。やれば金入るのもわかるけどね。とうとう宅保財産まで行き出した。だから題名は宅保財産。多分作るようになると思うな。金が入りそうか、その発想が出るとかすごいでしょ。ロックフェラー財産。まあ見てみろ。